はい、どうも皆さんお疲れ様です。ダーボンです。ダーボン実況するザ・サージ、今回は第8回目、続きの方をプレイしていきたいなと思います。有機物のエリアですね、そこを、攻略していこうかなと思います。まあ、ショートカットはね、事前にもう、結構作ってあるので、そのあたりですね、やっていきます。相変わらず威勢がいいこった。よし、ちょっとね、いろんな武器試していけないんで、確かこっちだね。こっちをアンロックしたので、あったあったあった、開いてねえぞ。今は扉を開くことができない、なんという。あ、でもここか。まあ、マップをね、覚えるのが大変なんですよね。おい、おい。倒して。よいしょ。痛い。おら。おら。回復して。おお、よし、よし。ほら、よこせ。マップを覚えなくちゃ。こっちだったっけな。ほい、ほい、ほい。この武器が強いっていうことがね、ちょっと分かってきたんで、ちょっと回転のいい武器の方がね、ちょっといいんじゃねえかっていう感じがあるんで、ちょっと今回はこれで、ちょっと行こうかな。こっちだっけ、これ。マップ忘れちゃったよ。いけ！あいたーん。いで、いった。危ない危ない。よいしょ、よいしょ。危ない。ほっ、よいしょ。ほーらよ、オッケー。よし、ここだ。変わらずやべえな。このやつちょっと硬いんだよね。全体的にちょっと硬さがあるというか。ちょっと武装してないところを狙っていきましょう。危ねえ。で、おまけに継続ダメージが入るところがあるので、それは気をつけなくちゃいけない。よいしょ。よしよしよし。いていていてて。まあ、地面でも触れちゃいけない。あ、いた。危ねえ。危ない危ない。おいし。痛い。お、サルベージ。あ、リキデーターのアームズメン、なんか新しいやつ手に入れたね。ちょっとアーマーはね、固くしていきたいので、折り頭でいくか。よいしょ。痛い。おい、よし。怖い怖い怖い。よし、カウンター入れて。おっ、危ねえ。
あめ。いてぇ。危ない危ない危ない。危ない。邪魔だお前は。狭っ。倒したー。こいつ硬いなー、やっぱりなー。よいしょ。だいぶエリアは進んできたけどって感じだね。なんか開かない扉があるからなー。その辺をちょっと探索してって感じですね。今は開くことができない。なるほど。エネルギーが足りない。回復系がそんなにちょっと少ないな。いや、いるし。いるし。危ね。回復して。痛いな。痛い痛い痛い。一体だけ？よいしょ。悪いね、アーマーがないところ狙わせてもらうぞ。体力がないんだよ。内側は何か触れるところはないですね。あ、なんかこっち来たな。こっち来た記憶があるぞ。この警備員しか進めないっていうのがちょっとわかんないんだよね。クリアランスが必要。いるし。どうも。いてててて。痛い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 。これなんだ、エレベーターか。あ、オペレーションが上なんだ。ショートカット開きたいんだよな。どっから行くんだっけ。あ、でも資材置き場のとこだったっけな。ちょっとマップがわかんねえな。ちょっと一応回復はしたいっちゃしたい。あ、そうか、資材置き場のところからショートカット作れるようにしたから、そっから行けばよかったのか。あ、なんか思い出してきたぞ。あ、ほら、ここだ。ああ、ここだ。はい。よっ。よいしょ。オッケー。どこから行けるようになってから、一旦回復して。This is not a scheduled break time. 新しいやつを手に入れたな。インパクト。あー、なるほど。作れるな。攻撃速度プラス3。あ、でもアーマー作れんだよな、レベル高いやつの。頭プロフェッサー。あー、こっちの方がいいのかな。リキデイター、こっち作るか。インパクトプラスで攻撃速度プラス3。あー、でもこっち作りてえな。これ、これ作って、あ、作れねえ。マジか。調節しないと。ヘッドギア。お、いいじゃん。
よし。あとはアームだな。足は作ってあるから。オッケーオッケー。そんな感じか。そうね。これか。これはもう素材集まったから。よし。メッドベイで回復して。あ、つけちゃおう。あと消耗品が結構溜まってるから。おお、いいね。1万溜まった。これで、コアパワー。あー、なるほどね。1個しか作れないのか。インパクトプラス10。血がついてるから。インパクトか。インパクト強くした方がいい気がするな。これ作ろう。よし。リギデーターアームに期待するしかねえ。わ、こっちの方が良さげだな。よしよしよし。で、残りはコアパワーに振ろうかな。オッケー。行きましょう。Look out for your fellow workers. で、資材置き場から行けばいいから。ほら。お前に用はない。で、資材置き場。エレベーターがこれだね。そうか、こっからショートカット作ったんだ。よしよしよし、だいぶ分かってきたよ。よし。有機廃棄物の管理室。で、こっちから来たから、こっちか。除去室通路。足か、足欲しいな。足くれー。よし、リキデーターの図面ゲット。あとはボディだな。よし、戦いやすいところで戦おう。いてててて。意外といいダメージ入る。あぶねえ。よし、図面ゲット。これ痛い、これ。相当削られる。ちょっと待て。よっ。よっ。よっ。よし、倒した。オッケー。こっちは開かないんだ。サルベージして、これ痛いね。これ下か。このなんかヘドロみたいなの溜まってるところがいけないんだね。よし、オーバーチャージ。コアパワーを利用してパワー先とオーバーチャージする。よし、オーバーチャージして、よいしょ。ちょっと待ってねー。オッケー。で、この先か。よし。まずは、こっち側を探索。痛い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 。これ痛いね、これ。完全にボス戦じゃないこれ。そんな雰囲気あるよ。おーい、ボスーボスーボスー。ほれ、あぶねえ。なんかやばそう。ドローン回復。よいしょ。
やべえ、行け。おお、なに、あぶね、行け行け行け。おおおおおおお、隙がないね。隙なくないこいつ。え、これ強くないかこいつダメージも通らないし、やばいやばいやばい、どうしようどうしよう、ぐるぐるぐる、いていていて、お、ちょっとダメージが入ったぞ。この瞬間だな、いていて、ほらほらほら、危ねえ危ねえ、危ねえ危ねえ、おれおれおれ、あいてぇ、なになになに、オーバーヒートした？あぶねー、おー、ナイスそれナイスそれ、あぶねあぶね、ちょっとちょっと浮いたぞ、いてー、くそー、あぶねあぶね、おー、あぶねあぶねあぶね、燃える燃える燃える、燃える、あぶねー、えいってー、死んだやられたな、くっそー、ボス戦来たか、ボス戦来ましたね、これボス戦ですか、そうですか、そういうこと、くっそー、よくもやってくれやがって、なかなかだな、あいつなかなかだな、防御はちょっと低いのかな、ちょっとそんな感じも、なきにしもあらずは。攻撃力の高さでいくか、じゃあ。こっちだな。こいつらから素材が欲しいから。ボディは？ボディ開いてないのか。じゃあ頭だな。頭じゃない。よいしょ。ほら。おう。あぶねえ。おい。おい。ほら。よし、回復はできない、ほっ、いや、よいしょ、いてぇ、よいしょ、やれ、よし、これはなんだ、リサイクル施設、どっか開いたな、よ、えいで、
角待ちしてた。あぶね。こいつか。おれよ。よいし。あー、痛かったぜ。よし、壊れた。これはどこに繋がってるんだろう。ちょっと上がってみるか。下に降りたな。お、アイテム見っけ。バイタルブースト。バイタルブーストありがたいな。あ、これはアイテムがあるということなのかな。そんな感じですね。これリキテーターのこのアーマーがちょっといいから、性能的にね。それをうまく。開いた。開いて、こう行って。これどこに出た？あぶねえ。いって。ほら。ん？あ、これあそこか。あー、だんだん繋がってきたって感じ？あ、やだやだ。ああ、なるほど。一回帰ってもいいな。一回帰るか。一回帰って。ててくそー、なかなか強いなあ。でもちょっとアーマーとかをちょっと強化していかないと、多分ちょっと防御力的にちょっときついんですよね。よし。ああ、作れる。1万か。1万もいいのか。足。ああ、結構集めないとだな。リギレーターでちょっと集めたいから、6080、あと4000か。なるほど。とりあえずPlease remember, safety at work is our highest priority and should be yours. Okay. Go. Yeah, that boss is strong.ちょっとボス戦までにちょっと装備を整えなくちゃいけないかな。体力とかもちょっと厳しいから、レベル上げついでにちょっとうろちょろ周りを回った方がいいかもしんないな。頭部、ボディ、左腕、足がいいかな。よいしょ、回復して。お前らのアイテムをよこせ。いてー。
かなか出ないな。出て出て。あ、預けておけばよかったな。3000か。ちょっと預けてこよう。あいて。痛い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 。よし、預けてこよう。これ預けて。痛いね、これ。超ダメージ減るもんね、これ。超痛いよ、これ。DD かな。死にかけ。あら、よし、回復して、こっちじゃなくて、ここだ。ちょっと地道に行きます。地道に行こう。多分ね、アーマーがちょっと脆いんだよな、多分な。よし、帰ってきたぞ。よし、アーマー、ボディのアーマーも揃ったから、あとは足か、足と腕か。うん、なるほど。スクラップを保管して、あと3000ぐらいだったらすぐ集まりそうだからな。で、預けといて、これ作りたい。まずいらないやつ分解してもいいかもしんないな。返して、スカラベもいらないかな。これも一個いらないから分解して、これもいらないね。そんな感じかな。で、これでアーマー作れるんじゃない？作っちゃおうか。で、作成で、あとは腕と足か。足をどんどん倒していった方がいいのか。次、お、いいね。おーし、よしよし。この装備を整えれば多分いけるかもしんないから、その作戦でいこう。あそこをちょっとマラソンする必要があるってことだね。で、武器も多分振りが速いやつの方がヒットアンダーウェイできるかもしんないから、ハイブロカッターとかこの辺かな、をちょっとだ練習した方がいいかもしんない。これね、一応ね、できるから。OK。Take care. よし、ちょっとやりたいことは分かったので、ちょっとあのまま行っても多分あいつのあのボスには勝てないと思うので、ちょっと録画しないところで僕の方でだいぶ装備とかまたちょっと進めておこうかなと思うので、そのあたりを、してから第9回目あのボスを倒しに行きたいなと思います。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。